ここのところに注意する必要があります。で実際にこの問題に、この、なんか仕様に起因する話として、よく聞くのが、例えば SQLite のデータベースが時々壊れるんだけどとか、なんか MySQL を時々マルコールバケットって言うんだけどとか、そういうのは大抵このフォークした後で、複数のプロセスが、アクセスしているというのが原因になっています。例えば SQLite は、ファイルロックを使って配置制御をやっているんですが、さっきの図を見ていただければ分かるようにフォークしちゃうと1つのロックを2つのプロセスで共有するので、ロックが壊れてファイルが壊れるという感じですね。で MySQL の場合もやっぱりその TCP コネクション、1本のサーバーへのコネクションを2つのプロセスで共有しちゃうので問題が出ますという感じですと。で実際にまずいコードというのはこんな感じですね。 DBI コネクトって呼んで、フォークした後で親プロセスはなんか DBI ユーズです、子プロセスも DBI ユーズですと、一つのコネクションを、二つのプロセスで共有して、まずいことが起こるという感じです。じゃあ、こういう問題を、どういうふうにして、対策するか。まず、ファイルハンドルの場合は単純に親プロセスか子プロセスの側でクローズしてやればいいですと。そうするとあのさっきの矢印のリファレンスタンプが1個デクリメントされるだけで、まだ開いているままのプロセスの方のロック情報とか、飼育位置はそのままなるので大丈夫ですよと。ただ、DBI の場合には、UndefDBI しちゃダメですというのがあります。なぜかっていうと例えば、SQLite だったら、UndefDBI したタイミングで、ファイルロック外れちゃうんですね。例えばコプロセス側でアンロック、コプロセス側でアンデスするとファイルロックが外れちゃって親プロセスがそこでなんか書いてたとしたら、データが壊れるということが起こります。あるいは MySQL とかだったらロールバックが走るのでやっぱおかしなことになりますねという感じです。つまり、コネクションは閉じる必要があるけどもクローン処理は走らせちゃいけないというのが DBH の場合の DBI の場合の要件になってきます。でそのための仕組みっていうのはちゃんと DBH の場合に入ってますという感じで、それがインアクティブデストロイってやつなんですけども、例えば親プロセスだけ DBH を使い続けたい場合は子プロセスの場合ではまずインアクティブデストロイっていう変数を1にセットしてあります。でそれから DBH してやると何も切断処理をやらずにただソケットをクローズしてくれるので、大丈夫ですよというのがあります。ただなんかフォークが例えばどっかモジュールの奥深くの方で呼ばれてて、なんかフォークの後に何か処理書くことができないなっていうようなケースもあると思います。その場合の、まあ、ハック的な手法としてはこういう方法がありますっていうんで、コアグローバルフォークってそのフォークのシステム関数あのデフォルトのものを置き換えてやって、その中でまずコアフォークを呼んでフォークが成功してたらここで書き換えるというようなことをやることで強引に閉じることもできます。あとは、他には GFX さんが書かれた POSIX at fork っていうのを使うと、そのさっきの、このパールのフォークをオーバーライドする方法だと XS のフォークの場合になんか処理は書けないんですよね。でも、POSIX at fork を使うと、XS の中でフォーク呼んでる場合にもさっきみたいな解除処理が書けますとか、あとはなんか forks.pm っていうのもあるみたいですが、すいません、それ私よく知らないですと。いう感じですね。あとは、その実際にはフォークした後でエクゼクをやることが多いと思うんですけど、例えばなんか別のプロセス立ち上げるとか、そういう場合にもやっぱり、親プロセス側に開いてたファイルハンドルは全部閉じた方がいいですというので、まあ、これはマストではないんですが、特にセキュリティ的な要件で閉じた方がいいっていうのがあります。うっかりそこに子プロセス側に書き込まれちゃってデータ壊れるとかそういうことなくなるようにですね。でそのためにはやっぱりそのさっきの、フォークしたってクローズしたり、あるいはインアクティブデストロイを使うとか、そういったようなことが必要になってきますという感じですね。で実際にエクゼク呼ぶコードってのはこんな感じです、フォークしてコプロセスだったらインアクティブデストロイセットしてアンデフ DBH したらこのタイミングでデストロイが呼ばれてソケットが静かにクローズされます。その後でエクゼク呼びは大丈夫というところですね。でまあ、この辺は、例えば最近の Linux だと、オークロエクゼク、クローズのエクゼクっていう、フラグがあって、エクゼクを呼ばれるタイミングで自動的にファイルデスクリプト閉じるっていう機能も入ってたりします。ただこれは OS 依存で例えば OS10 になかったりするのであんまポータブルじゃないっていうのと、あと今のところ多分パールから呼ぶための仕組みがないと思うので、この辺はまあ今後使えるようになってきたらいいなと
というふうな、まあ、参考程度の話だと思ってください。3つ目ですね、最後の話題がユニックスシグナルについての話に行きたいと思います。で、よく聞く話っていうのが、なんか時々自分のネットワークプログラムがなんかいきなり止まるんだけどみたいなこと聞くと思います。これ多くの場合っていうのは、シグパイプっていうものの取り扱いに、よるものです。シグパイプって何かっていうと、要は、ファイルハンドルにデータ書こうとした時になんか書けなかったら、デフォルトで、いきなりそのプロセス止めるというための仕組みが入っているんですね、OS。それが動いちゃってる。なんか例えばネットワークアプリケーションだったら通信相手が、コネクション切っちゃう。で、それ気づかずにそこにデータ書こうとして、で、書けなかったらいきなりシグパイプが飛んできて、デフォルトの動作はプロセス殺すなんでいきなり自分がズドンと打たれると。あ、突然落ちちゃったと。いうような感じですね。で、これを防ぐための方法っていうのは簡単で、ダダシグパイプにイグノアっていう文字で連れておけば、シグパイプを無視するようになるので、落ちなくなります。ただ単純にこれやっちゃうと、まあちょっと面倒くさいのは、例えばプリント文とかで、いちいち書き込みが成功したか失敗したかを自分で書いてみて判断しなきゃいけなくなる。そこは気をつける必要があります。まあネットワークプログラムの場合はこれ、みんな頑張ってやるっていう感じですね。で、これ何の話だ。じゃあシグナルを使って何か他に面白いことができないのかなといった場合に、シグアラームとアラームっていう関数を使って、タイムアウトを制御するっていうのがよくやる方法です。で、この例で言うと、まず、アラームっていうシグナルハンドラーに、空の関数をつけてやって、で、アラームタイムアウトってやると、そうすると、例えばソケットを読み込もうとして、そのタイムアウト、例えば5秒とか待った後で、シグアラームと呼ばれるんですね。で、呼ばれるとこの関数抜けてくるんで、で、電話アンテナに返ってきて、エラーコードに E インタラクトが入ってきます。これがそのつまり指定時間が経ちましたよということなので、その場合は、タイムアウトしましたよというような形で、タイムアウト処理を書くことができます。とただ、アラームを使ったタイムアウト処理っていうのは、いい点と悪い点があって、まあ、いい点としては、多くのシステムコードで使えるんですね。例えば、リードとかライト以外でも、コネクトもそうだし、クローズもそうだし、あるいはウェイトとかもそうだし、っていう、何でも使えるというのがあります。で、悪い点としては、そのアラームっていうのは、プロセスワイドで1個の値しか持てないので、構造化プログラミングで相性が悪いというところがあります。だからネットワーク通信だけやるんだったら、セレクトとか、あるいはそれをモジュール化した IO セレクトとか使う方が、一般的にはいいですよということは言えます。で、じゃあ実際にこの辺使ってって、じゃあ、キャンセラブルなコードですね。例えば何か処理やってる途中で、必要な時に割り込みたいとか、そういったようなプログラムがある場合にはやっぱシグナル使ってくださいなんですが、それどういうふうに書くのかっていうのを、まあ、リアマーワーカーとかやってるんですが、話をしていきたいと思います。で、具体的なユースケースとしては、そのずっとなんかデモを走らせておいて、例えばシグナル受信したら処理終了するとか、でその終了するときにいきなり落ちるんじゃなくって、今やってる処理を終わったタイミングできれいに終了させると、そういったことをやるような場合ですね。で、またネットワークのソケット通信の例を挙げたいと思うんですけども、普通だったら、まあ、ソックリードとか呼んで、メールが来るのに待ってるみたいなことがあると思うんですけども、それをこういうふうに書き直します。まず、とにかく読み込んでみて、E インタラが来たら、つまりアラームとか、そういう形であるシグナルが来て割り込みが走ったら、もしそれで、キャンセルリクエストでちょっとフラグが立ってたらすぐ返すみたいなことになります。それ以外の条件だったらもう一回やり直しみたいな感じですね。で、書いてあります。で、一方でそのリクエストキャンセルっていう、その、キャンセルを要求するためのフラグを立てる関数を作って、で、これ呼ばれる位置立てる。いうようなコードをモジュール側で書いてありますと。で、一方でじゃあそのさっきのコードを使ってキャンセルをやる場合には、例えばシグタイム、その、終了処理やれっていうのだったら、その時に前モジュールリクエストキャンセルっていうのを読んでやると。そうすればそのさっきの、フラグがボンと立って、このランフォーエバーっていう中からすぐ抜けてくるようになりますよっていうのに書けると。あるいは例えばタイムアウト処理をその外側からつけたい場合にはやっぱりシグアラームで書いてやって、アラームで100秒後に戻ってくる。みたいな形で書くようにすれば、さっきのコードで、そのアプリケーション側ですね、使う側から自由にタイムアウトをセットしたり、抜ける終了処理を差し込むことができるというふうになっています。で、これが実際にギアマワーカーとかでやっているようなことですね。で、あとこの辺でシグナルですって書いていく場合に一点注意することがあって、
ウェイトってそのプロセスが終了するため終了するまで待つ関数がパワーポイントに込められるんですが、こいつらは残念なことにシグナルが来ても無視するという仕様になっています。なのでこいつらとシグナルの相性逆に悪いんですが、その場合には、プロップウェイトさんっていうモジュールがあるので、それを使うとシグナルでシグナルが来たらすぐ戻ってくるので、やっぱさっきみたいなコードで、ウェイトができますよという感じですね。というわけで、まあ、この辺の話は、今度 WebDB プレスのパーズハブで、誰次だ、JS さんの次ぐらいに出るらしいので、まあ、それを読んでくださいということで、逆に何か、Unix プログラミングとかで困ってることとか質問があれば教えていただければ、面白ければこの記事にも書かせていただきたいと思いますし、いろいろ勉強になるので、教えてください。今日はありがとうございました。何か質問ある方いらっしゃいます。一つぐらいである。まあ、個別にしていただいても問題ないです。太陽ですので、これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。